宮地山と嵐山の縦走路の、ね、分岐のところへ戻ってきました。この分岐からですね、宮地山山頂までは、片道3分ほど、まあ、往復でね、10分以内といったような感じですね。ではね、この後、嵐山へ向けて縦走したいと思います。では後ほど。嵐山へと向かう、自然歩道の、ね、途中なんですが、展望が、ね、開けた場所があります。眼下にはですね、歩き出しの地点の、ね、宮地浜、そして、その先にはですね、艶崎の、海岸線ですね。で、近くにはですね、先ほど登った、宮地山、そして奥の方にはですね、立花山山系が、ね、見えていて、そのずっと奥の方はですね、福岡の市街地、そして脊振山系、糸島半島の方まで、ね、見えています。なかなかね、ちょっとすっきり、お天気には、ね、なりませんけど、結構ね、展望の方は、クリアに、ね、見えています。この後ね、また嵐山へ向けて登っていきたいと思います。では後ほど。嵐山山頂249メートル、登頂しました。先ほどのですね、宮地山の分岐から、約20分ほどですかね、最後ちょっとね、急な階段のところを登って、山頂に到着しました。このね、山頂からもですね、眼下にね、ちょうど、宮地浜、そして、愛の島ですかね、島がね、見えています。ここの山頂よりはね、先ほどのね、少し、手前ですね、急登の少し手前の、展望スポット立花山とか見えたところですね、あちらの方がね、この山頂よりは、展望は素晴らしいです。ただですね、この嵐山のもう一つ先の方にですね、赤い鳥居がある、展望スポットがね、ありますので、まあ、そちらの方をね、また楽しみにしたいと思っています。このままね、嵐山を通過して、自然歩道を、ね、進んでまいりたいと思います。では後ほど。
荒地山からですね、自然歩道、先に少し、進んだところですね、まあ、2分ほどですかね、山頂から進んだところに、金毘羅神社が祀ってあります。こちらの金毘羅神社ですね、説明文が、私のね、背後の方に書いてありますね。荒地山、別名はね、天外山と、いうね、金毘羅山は、古宮と呼ばれているようですね。金毘羅神社の、古宮です。宝永年間ということでね、修験僧玄海が、ほくろを立て、その子太長ですかね、が讃岐の金毘羅神社を、完成ですかね、これ、したのを孫の、何なんですかね、これ、ね、秀関がこの地に移したと伝えられていますということでね、案内の方を書いてあります。こちらが、金毘羅神社なんですね。この後ですね、展望スポット、展望所立ち寄りしていきたいと思います。では後ほど。はい、先ほどのですね、金毘羅神社から、急な階段をね、5分ほど下ってきたところに、展望スポット、赤い鳥居のあるね、展望所に到着いたしました。今日はね、ちょっと残念ながらね、曇り空なんですが、こちらの、ね、展望スポット、青空だとですね、この赤い鳥居がね、青い、空にね、すごい映えるポイントですね。はい。眼下にはですね、津屋崎の、町ですね、畑とか、あと半島の方がね、見えています。なかなかね、展望がいいところですよ。この後ですね、道なりに下っていって、山麓にある、金毘羅神社の方ですね、参拝したいと思っています。では、後ほど。先ほどのですね、赤い鳥居がある、展望スポットからね、最初の下り始めですね、40メートルぐらいはね、やや急な、坂道ね、下っていくことになりますんで、まあ、足元ね、十分注意した方がいいと思います。その後はですね、樹林帯の中、まあ、ジグザグにね、下っていくといったような感じになりますんで、まあ、最後までね、気は抜けませんが、最初のね、下り出しだけね、ちょっと気をつけて、その後も、
山の斜面をですねジグザグに、下っていくことになりますので、ボート歩いてるとですね、道を踏み外して、下の樹林帯の方へね、転がっていきますので、注意は必要です。では後ほど。アラジ山の登山口から、坂をね少し下って、右に折れたところに、コンピュラーさん、本殿がね、祀ってありました。こちらでですね、参拝して、それからまたね、住宅地、県道のところをね通りつつまた、宮地岳のね、鳥居の方へ戻っていきたいと思っています。では後ほど。宮地岳神社の、鳥居のところまで、戻ってまいりました。下山したらですね途端に青空が広がってきたという、登山あるあるというやつですね。まあ一応ね予報はですね、午後から、晴れ間が出るというふうになっていたのでまあ予報通りといえば予報通りですね。はい。今回ですね、低山ハイクということで宮地山そして、アラジ山2座ですね、周遊コースを歩きました。途中ね展望スポットがね、何箇所もあって、天気がいい時にはね素晴らしい、パノラマをね堪能することができます。今回ですね、冬というかまあ早春ですね、なのでまだねちょっとお花とかね少なかったですが、4月からですね、桜とか、その後ツツジですね、そういった花がね咲く頃、春そして空気が澄んだ秋や、冬早春ですね、大変花や、展望がね楽しめるコースということになっています。コースもですね、まあ、比較的、行動時間はですね2時間50分ほどでした。私はですね海岸線の方から歩いたんでね、それだけかかりましたが、まあ、宮地岳のですね、参拝者用の駐車場からスタートするとまあおおよそ2時間ちょっとぐらいですね、で、周遊することができるかと思います。今回ですね、周遊コース案内してまいりましたが、いかがだったでしょうか。参考になったよ、よかったよと言っていただける方は励みにもなりますので高評価ボタンお願いします。そしてですね、この後も、これからですね、春、いろんなね、花がね、咲き始めますので、いろんな山の映像をお伝えしたいと思います。
見逃さないためには登録ボタンお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。